カルビアは、スペインバレアレス諸島、マヨルカ島にあるムニシピ。カスティーリャ語表記はカルビア。成長所在地は、ビラカルビアである。2008年の国勢調査によると、自治体の人口は5万777人であり、そのうち、約35%の1万8046人が、スペイン以外の国籍である。バレアレス諸島全体では、 中央とパルマデマヨルカに次いで2番目の人口を有しており、諸島の中で最も多くの観光客を集める地域でもある。自治体機は存在しない。カルビアの地図パルマノバの海岸村、フェレールの別荘地、ガラッツォサン・カルビアは、マヨルカ島の南西部に位置し、面積は約145平方キロメートルである。マヨルカ島の北部から南西部にかけては、 バレアレス諸島最大で最高標高1445メートルのトラムンタナ山脈が広がっており、その南西端にあたるカルビアの市域内には最高標高503メートルのブルゲーサ山海がある。14372ヘクタールのうち81%が自然保護区域であり、18%が開発された都市地域であり、1%が保護度の低い土地である。 北側には、プッチプニエントとエステリエンクスがあり、400メートル級の山地を挟んで、東側には、シューウとパルマデマヨルカがあり、西側には、アンドラッチがある。南側は、地中海である。自治体の最高地点は、標高1 2 6メートルのガラッツォ山であり、926メートルのエスクロップ山がついでいる。バティアと丘陵と、 ブランカ岩山の間の丘には多くの谷や峡谷が存在する。ソルデマヨルカ、エルトロ、マガルフなどの地区は南に突き出た半島上にあり、半島の付け根のパルマノバのあたりは地況にも似ている。この半島は湿地の存在が特徴である。海岸はアンドリチョル岬からカスカタラッセスイレタスまで伸びている。長さは5 4トルでとても岩がちだが、 34のビーチや小港が存在する。3 5 5トルの岩礁海岸、4 5トルの砂浜海岸からなり、沖合には10の小島がある。海岸部分は7000ヘクタールであり、最大水深は5メートルである。小島は、エルセク、サ、ポルラーサ、デンサレス、セスイレテス、デステネドール、サカレータなどという名称が付けられている。 生態学的に最も重要な地区は海洋保護区と鳥類特別保護区に指定されているマルグラッツとエルトロである。1229年9月10日にはアラゴン王者マ2世がサンタポンサに上陸し903年にマヨルカ島に到達していたイスラーム教徒を征服した。1248年以来カルビアは 単独教区の三手ヨアネスカビアの教会を持っている。観光産業の発展や20世紀の都市化の結果、自治体内にはいくつかの中心地があり、人口はそれぞれの地区に散在している。もともと内陸部にあった市街地は海岸線まで拡大し、海辺にあったいくつかの集落を吸収した。1960年代初頭に主にアンダルシア州など、 スペイン本土からやってきた人かその子孫、または外国からの移住者が住民のほとんどを占める。2008年の調査によると、カルビアの人口は5万777人であり、男性が2万5548人、女性が2万5229人である。バレアレス諸島全体では、州とパルマデマヨルカに次いで第2位である。 出生率が低下してゆっくりと平均年齢が上昇している。この構造は西ヨーロッパに多く見られる。年代別の人口は以下の通りである。ありがとうございます。